さあ本日は14日の金曜日でございます。惜しい、実に惜しいね。そんな感じで今回もやっていきましょう。さて今回はですね、まあそろそろジェイソンと逃げ回るのも慣れてきたので、まあ、割とこうガチで殴り合っても面白いんじゃないかなということで、今回このボーイですね、ウィルソンをですね、じゃないブラントン、どっちでもいいんだを使っていきたいと思います。今回のパークはですね、今取った回復を2回使えるパークをつけてみました。でこれにより4回回復できます。かなり強いですよ。さらに、その回復量をですね、絶対的にするために防御力 40% アップですね。で、さらに、攻撃速度を 17% アップするパークをつけてきました。なので、振りの速い攻撃でね、どんどんやっていける感じです。これに関しては、でも、攻撃力アップでも良かったかなと思うので、状況によって付け替えていこうかなって感じです。まあ、どんなに防御力が高くて回復があっても、掴まれたら即死なので、一応、やっぱりナイフは1本欲しいとこですね。なので、できるだけ、最初は探索、装備を整えてから、脱出というよりも、ジェイソンの邪魔をね、今回、していこうかなって感じですね。誰かが脱出手段をやってくれてる間に、なるべくターゲットを取ってジェイソンを邪魔していくというプレイですね。まあ、それをやるには、まあ、それなりに装備を整えてからなので、隣の家の人が死んだな。不自然に今、消えたよね。なんだろう、配線落ちではなかった。デッド扱いだったっぽいけど、なんだろうね。あ、回復3つ目だ。これで6回ですけども、そんなに回復いらねえな。よし、来た、神。素晴らしい。これで戦えますね。隣の人おかしいな、やっぱりな。ジェイソンが、ね、ジェイソン来てないし、ジェイソンがキルになってないから、自殺かな？自殺だろうね、多分。見に行こう。回線落ちだった場合、おぉ、やっぱ死んでるね。回線落ちだった場合は、デッドにならないやつに、リストから消えるので、これは、多分、自ら自害したんだね。どういう死に方だよね、まあ。たまにいるっちゃいるんですよね。多分ね、ガラス突き破って死んだの、これですね、これですね。はい、そうですね。突き破って死んだのかな。何がしたいかっていうと、トミーになりたい人が、たまに、いきなり開幕扉破ったりとか、おお、すげえ !2 個目。これは都市伝説だ。素晴らしい。ね、やりたい、トミーでやりたいことがある人が、たまーにああいうふうに何度も何度も割れたガラスに飛び込んで死ぬ人いますね。トミーのパークを試したいとか、あるいはジェイソン殺しをしたいとか、ね。はたまた PK をしたいかっていうところですね、トミーになりたい人は。ジェイソン来たか。追われてきたんだね、これね。どうすっかな。こっから、逃げるか。いや、あ、ちょっと、そこ探してない。やるしかないな。よっしゃー！ OK！ よし、逃げよう！とりあえず、ここで、おかしいな。扉閉まってなかったっけ？ちょっと待て、変だぞ、ちょっと。扉を、かん抜き、今。開けた、あの人。あいつなんかちょっと変だね。ジェイソンと一緒にいない？ちょっと嫌な予感する、これ。PK の可能性あるね。こっちの、中の人。やべ、ここが来いそうだ！くそ！二人は、グルかこれ！てめえこの野郎。これ、コンバットスタンスでジェイソンの方見てるけど、多分、こっちで狙ってるよね、こいつ。扉開けやがった！いや、こいつはグルだ！三人とも！マジかよ！くそ！助けてくれたわけではなさそうだな。普通に単純に今、俺を殴ろうとしてジェイソン殴ったわけだな。三人共闘ですね。おお、来たマジおいおい、ふざけんなよ
ジェイソンと人間二人共闘ですね。おっと、警察呼んだ、誰か。全員が敵ってわけではなさそうだけど、こいつらはアダムに俺狙ってますね。マジか。ジェイソンと喋ってるな。しかも子供だな、これ。あー、悪ふざけか。なるほどね。キルが取れないから、ね、みんなで倒そうってことですね。そっかそっか。それはいけない子たちだな。とはいえ、殺されたくねえな。そんな。どうする？回復増やすか。あー、いや、でもジェイソン、あ、やっぱナイフにするか。とりあえず武器だな。これきついのが、人間が、ね、カウンセラー側が、ジェイソンに位置を教えるのが怖いんですよね。どこまで逃げても必ず場所を特定されてしまうので。どうしようかな。カウンセラーに襲われた場合は、武器でガードして、相手の武器の耐久力を減らすみたいなことを確か書いてあったな、ウィキかなんかに。いや、いい武器ねえな。くそ。ガードすると、向こうの武器の耐久力が先に来てるのかな。これ、アダム4人とも全員グルか？キャラが揃ってるとこ見ると。そうか。どうだろう。メイソンだけは味方なのかな。これ、多分警察呼んだ人は味方だよね、多分ね。味方っていうか普通の人だよね。そこに二人いるけど。ね、寄らない方がいいかな。あ、一人消えた。PK か、回線落ちはしてない。ジェイソンもいない。PK か、あれもまた。あー、来た。こっちは、こっちが、PK かな？確認しましょう。一人、あれですね。さっき私を殴ってきた方ですね。もう片方の人をちょっと助けてあげたいけど、私も追われてるので。追われてんじゃないか？今の中の人。ちょっとよく名前見えなかったけど。どうしよっか。とりあえず、こいつをまかないことには何もできん。まずジェイソンを巻いて、他のプレイヤー、あー、あれ追われてんじゃないか、他のプレイヤー。そう、どうすか。てか、他のプレイヤーの心配してる場合じゃねえな。ちょっと自分のこと心配しないとね。あ、来た。こんなジェイソンに絶対殺されたくない。インチキジェイソンに負けたくねえな。逃げる場所がない。とりあえず、幸いなことに、警察は呼んでもらってるので、逃げ時間は。あぶねえ、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 あぶねえ。目の前に来るとは。向こうも分かってなくてよかった。強い家がないな。ワンチャンここにショットガンがあれば、だけど、PK をするようなプレイヤーがいるときにショットガンが残ってるわけがないよね。あ、空いてるな。あ、ないわ。そらそうだよな。使われてるかな。とりあえず、少しでもスタミナを。スタミナ回復して。あ、しまった。見えなかった。まあいいや、一回は大丈夫。もう一個ナイフあるんで。一か八か。行ってみるか、こっち。出口の方向かってみよっか。この、よくわかんない柵が意外にここうざいので、これを利用して逃げよう。ちょっと早かったな。あと10秒もあるのか。いや、一旦戻ろう。戻って、警察の位置を確認して、移動開始。
反対だな。反対か。私相変わらず二択を外しますね。今のうち今のうち一人逃げたな。逃げた人は普通のプレイヤーだな。どうするか。全員 PK かもしれんので、もうちょっと私も逃げます。これは特に何もせず。以前にもこの同じシチュエーションやったよね。反対側から反対側まで逃げるの。あー割れてんな。ここも割れてるし、扉。まあでも前回、確か以前やった時は文学少女デボラだったので、結構苦戦しましたけど、今回はこの、ボーイなので、正直言って、こういう状況にはめっちゃ強いのでね。あ、やべ。やべ、さっきの PK プレイヤー来た。これ飛び出してみても中から開けられちゃうんだよな。くそ。逃げた方がいいね。まあでもスタミナこれだけあれば十分。足も速いんで、先にトンズラさせてもらいますわ。こういう時にね、ボーイはすげえ頼りになるからね。速度とね、スタミナが圧倒的に高いので。あとは強行時間逃げるだけだ。よし、勝ったね。いやー、とんでもない部屋に入っちゃったな。ねえ、とんでもない部屋に入っちゃいました。いやー、遊ぶのは結構だけど、そういうのはね、ちょっとどうなのかな。さあ、マッチ終了しました。あの後ですね、カメラで確認したんですが、3人ぐらいが、3人か4人でグルで動いていましたね。で、ジェイソン・ゴロスとか遊びでやりたかったみたいです。なので、他のプレイヤーが邪魔なので、排除して回ってた感じですね。そういうのできればプライベートマッチでやってもらいたいですね。結果的に、まあ、逃げ出した方は一般の方だったと思うんですけども、ジェイソン側は特にキルもね、取れずに、仲間を一人殺しただけなんで、ね、なんでしょう。さあ、それではですね、ちょっと、さっきの戦いは、って感じなので、まあ、お口直しにもう一戦行きましょう。まあ、全部が全部そういうわけではありません。たまには変なやつも出てくる。こんな感じのゲームです。さあ、今度こそちょっとね、戦えるなら戦いたいかなと思いますが、ただ、やみくもに殴りかかってね、無駄死してもただの、死ぬ急ぎ野郎なので、もちろん脱出手段を確保しつつ、状況によりきりで殴りかかろうかなと。ちょっとずつ今調整中ですね。頑張ってこう殴り続けると、ジェイソンの仮面が外れるので、今まで何回か外さえとかしてるんですけどね。そういうのを少しずつ練習していきましょう。ね、私の中でも少しずついろんなことをこう変えていこうかなとは考えております。ね、脱出するだけじゃない。なくなってきましたね、最近はね。さあ、北側に出たのか。完全に一人だな。北を独占できるのはすごくありがたいんだけど、以前も北を独占して、何のアイテムもなくて、かつジェイソンが来たなんてことがありましたけどね。孤立はやっぱり危ないんだよな。やるせないっていうか、その、シフトが解禁される前に、ね、ジェイソンに捕まってし、お!はい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 。爆竹いいっすね。爆竹の有効性はその、スタミナ回復の安全地帯のもいいんですけど、その壁の向こう側に当てるっていうのが結構熱いですね。意外と自分も食らったりしましたけど、その時間差でポッと置いといてね、当てたりすると良いかもしれないんで、今後使い方をね、検証していきたいアイテムではあります。さて、
結局1個しかアイテム今んとこねえのか。車んとこ来そうですね。危ういので、一応閉めといて、回復取っていきましょう。あれですね。オープニングで殺される子です。あー、来たね、やっぱり。来た来た。あれ、もう一人いるな。いつの間に来たんだ？どうしようかな。フレアガンよりも、殴った方が強いかな。まだこっちに気づいてないんだったら逃げちゃおうかな。あ、もう一人来たな。あ、来てるね。ちょっと、さっきの件もあるので、あまり、カウンセラーに寄りたくない。拙者ちょっと今、疑心暗になってますね。ギシギシ暗暗ですね。ただ、どうだな。どうだろう。基本、ね、その、共闘というよりも、ね、個人戦であるというふうに以前から言ってますので、人を 100%、信用するのはね、もともと危ないゲームではありますね。あ、ここヒューズの家だ。It's mine, back off. あ、メイソン？ You're playing mind games, I don't like it. なんか言ってるな。家をめちゃくちゃに破壊するタイプか。困ったなぁ。特に何のアイテムもないけど行くとこねえな。ヒューズを持ってるのかな今の人。とりあえず私は、まあナイフ取り、探しも行きましょうか。あと、武器ね。できればバットか斧が欲しいな。斧はジェイソンの家以外にどこにあったっけな。こういう家の中にもあったっけ？ちょっとあんまり個人的にオロって使わなかったので。普通に家の中あったっけ？あ、誰か襲われたか？今のね、声はまだ死んでないんですよ。あれ恐怖で上げた声なんで。あの、うるって言うと死にます。最後のあの、うるうるってが入ると、死んだ合図ですね。なんもねえな。ちゃんとあれだね。あ、開いてる。発電機壊していくタイプのジェイソンですね。これは、あ、まだ誰も死んでないか。まだ、平和ですね。村が平和なままです。そっか、今回マッチング人数少ねえんだな。6人しかいないのか。カウンセラー側にとってみると人数少ないとその分だけ不利だからね。多くいれば、その分だけ修理がはかどったりとかね。ターゲットが来なくなるので。あー、開けっぱなしだ。なんもないね。そこは開けっぱなしでもいいや。閉めちゃうともう二度と入れないからね、そこね。でかい家はどうだろうか。あ、死んだ。これは死んだ音です。誰かやられたな。あー、こっち来たか。よー、ナイス！ナイス探索漏れ。ダメ元で開けてみたで、あったね。そしたら、どこだ？ジェイソンどこだ？その辺フラフラしてんのかな？あー、いた。一応、私を追ってるっぽいね。ああ、来た。はい。来たかどうかが判断するのはこのカメラの寄りですね。あの、距離が詰まると、寄ると。だから、勘違いからの、勘違い？違うな。範囲外からのシフトを避けるのは今のカメラですね。これは普通に距離が近いだけです。不自然にグッと寄った時は多分、ジェイソンが、畜生で近づいてきた時ですね。だから絶対わからないわけではないと、危ないよ。
まあ、それぞれやっぱそれなりの、悟られにくい方法もあれば、その分かりづらくても何かしら合図があったりするんですよね。面白いですよね、このゲーム、そういうところが。お、ナイフを抜いたね。ナイフ攻撃来るか。今あっち側に女子が行ったけど、どうしよう、私はそっち側に逃げたいんだが、アイス。ちょっと攻撃スピードアップを過信したね今ね。ちゃんとしっか、あ、女の子来ちゃった。どうしようかな。ターゲット取るか。さすがにあのままでメガネっ子が襲われるのはまずいな。ただ私もそっち側に逃げたい。あれ消えた？いや、いるな。でかい家に逃げたいんだよな。あ、なんかそっち行っちゃってるな。ターゲットを切り替えたね。あの向こうに行った子たちは修理かなんかしようとしたかな。なんか何も持ってなかったように見えたけどな。追われてる追われてる。メイソン二人追われてる。逃げろ逃げろ。俺が。あいや。あ、ありがとう。攻撃速度アップは過信しちゃダメですね。意外にジェイソンの方が出が早いですねやっぱり。まあ、正面から殴ってもダメか。リーチが長いわけじゃないし。もうちょっと要検証だな。さてでは。予定通りでかい家ぐるぐるするか。こっち来いよ。来いよ。こっちは扉がないのか。扉ないのか。じゃあこっちの家行こうかな。ここも大きなお家なので。ここで、あ、窓が開いてない。開いてない。まずいぞ。開いてないぞ、これ。多分開けてる暇ないな。あら、開いてない。まずいまずい。これはやばい。スタミナがなくなった。あー、もう行くしかない。どこ窓が開いてない。未探索だ、ここ。マジかよ。しまった。あー、やばい、やっちゃった。どうする。今だ。あー、スタジオなかった。助けてー、誰か助けてー。あ、やったやった、離れてくれた。よかったよかった。未探索なんだねここね。なんだろう、なんで今連打が間に合ったのか。大体間に合うことなんてないんだけどね。ラッキー。あ、車走ってる。車、いつの間に直したんだ。すごい悲鳴がいっぱい。車を追ってったね。よし、じゃあその家未探索だったので一旦そこで、もしかしたらなんかアイテムあるかも。あー、危なかった。絶対死んだと思ったわ。だいぶ恐怖値が溜まってたからね。狭いところだと確かにね、あのグラブキルがたまに発動しなかったりするからね、あるある。あ、死んだな。誰かやられたな。車止められたか。お、ナイス警察。一人まだ生きてるね。車がやられたのか。やっぱ回復欲しいな。回復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 ないな。ここにあるか。あ、あった、よかった。あー、間違え。ジェイソンにわざわざ自分の場所を教えて、おい、やんのかこらーって、かかってこ
来いよ、おらって。爆音立てちゃった。いや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 。まあまあまあ。まあいいでしょう。貴重なアイテム1個、使っちゃいましたけどね。まあ、ジェイソン来なかったな。回復を押そうと思ったらボタン間違えちゃいましたね。いやー、冷静じゃないのかな。あ、あと二人だ。やば。いつの間にか。車は完全にやられちゃったのか。3分40秒か。残り二人。まあ、ちょっと頑張りましょう。あれ？これもしかして？未探索ここ。ここも。なんだ、今回だいぶ探索が。あんまりしてなかったんだね。素晴らしい。さっき失ったアイテムを補充できましたね。これはありがたいな。うお、すごっ！マジか、こんなにアイテム運があることなんてあるんだね。またアイテム全部フルで育っちゃったね。さて、残り3分間だけど、これなら粘れそうだね。もう一人の人は、端っこの家か。これはどうだろう？合流した方が、良いかな？で、二人で合流した方が良さそう。そうすれば生き残る確率がアップ。カモン。あ、はいはいはい。この女子の場合は多分そうだね。二人でいた方が絶対強いね。オッケー。じゃあ罠をセットして。あれ、ジェイソンでも来てねえんだな。あ、来た来た来た。間に合うか。来た来た来た。よし。罠にかかってくれれば。一応逃げ道は確保しておきましょう。あと2分か。ちょっと厳しいかな。来た。よし、かかった。出よう。うわ、窓がない。うわ、窓がない。はい、かい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 。オッケー、サンキュー。そしたら、封印と。まあ、どうせレジで入ってくるかな。じゃあ次の家行きましょう。次の家も、もう閉めてやる。あ、あの女子入ってない。大丈夫かな？大丈夫だね。よし。さあもう一個罠を仕掛けておきましょう。間に合うか？何度でも引っかかってくれればいいけど、最近ね、ガードしながらこう、あ、そっちが来た。そうか。そりゃしょうがねえな。だから走ってきたのか。これ罠かかんねえかな。あ、かかった。あー、でも、聞いてねえ。聞かねえってことあんだな。いや、聞いてるか。ちょっと分断されちゃったけど、まあまあ。あ、あっち行ったか。あっち行ったね。すまんよ、ガール。まあ、とりあえずここは分かれて、警察が来るのを待ちましょう。一旦、そうだね。相手のガールの方も家に入ったっぽいので、私も、ちょっと時間まで、どっちかな。大体二択外すんだよな。あ、逃げてんな。一応言っとくか。私が遠かった場合は、あ、そうですね、私がまた外しましたね。まあでもいいでしょう、私の方が多分、アイテムも揃ってるので、むしろ、私は逃げ切れる自信あります。一旦、回復して、うん、家に入ってるね。で、回復しきったら行きましょう。こういう時にね、最後、騒音キャラって強いので、で、足の速いあの子はね、もう、弱点が唯一そのノイズが発生しやすいので、バレやすいっていう弱点なんですけど、
もうこの状況下でバリア数は関係ないので、弱点なしですからね。一番強いんじゃないですか？あの、ジャージの女の子。うん、もう逃げてますね。相手が多分一番強くて、私が二番目に多分、強い感じですね。ジェイソンとっても、こいつら残したのは結構痛かったなと思います。ステルスがね、ステルスは確かに発見しづらいけど、追いやすいからね。さあ、あ、1対1だ。よし、やろう。まあ、掴まれなければやられることはないでしょう。せっかくだからアイテム、置いといて。当たらんか。ここだ！当たら、外した。はい、お疲れ様でした。よし、逃げ切りましたね。あ、よかった。2戦目は普通に脱出できました。あ、今回でも2回とも警察か。That's my good boy. Mommy has ちょっとまあ、助けとかには入れなかったんですけども、今後少し、もう少し他の人を救えるようなプレイもね、心がけていきたいと思います。で、攻撃、あれだな、ファーストアタックに関してはちょっと使い勝手がよくわかんないので、次回は攻撃力アップかなんかをつけて、挑んだ方が良さそうですね。はい。ただ、回復2回使えるやつは非常に強かったと思います。はい。というわけで今回はここまでにしたいと思います。さようなら。バイバイ。